下等闇落ち無事完了。こんにちは、アニシャカです。今回は呪術回戦第29話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。1年経ってるの？青い春が終わっちゃう。いよいよ終わりなのね。マニュアルカラー大人だな。翔子さん可愛いよ。下等スブル君の目の下のクマすっごい。もう下等の表情がやばい。新鮮な脳をお届けだ。新鮮な脳とかいうパワーワード。変回しも最強なんか。無加減呪術児童か。何気にすごいことにやってる。五条なんか大人っぽくなったのがすごくわかる。どんどん人来になっていくな。サトルは最強になった。なんか辛いな。親友なのになんで気がつかないの。寂しんぼすぐる。かわいそかわいい。あ、いやだ。スブルのモノローブやめて。ぼっちザ呪術とかしてまうね。下等しんどくなってるんかな。こうして溝ができてゆくのか。色気とともに映しさマックスのシャワーシーン。スグルの生じりシャワー。サービスシーンすぎるるるるる。う、下等めっちゃいいから出してんな。鬱みたいな状態で一人だと思ってたならそうなるか。腹取り込むその繰り返し。ママも見たな。誰のためにとか何のためにとか思い始めたら疲れてるのよ。休め。一話冒頭と同じセリフなのにくたびれきってる感じがもう辛い。下等さん、すごい顔に。一年間もずっと頭に拍手が鳴ってるのかよ。こういうシャワーシーンはしんどいんよ。教団の信者どものキモさが人間に救う価値がないと感じさせてしまったってことか。灰原来たー。この灰原がもうね。目の下のクマひどいな。このやつれ方はダメでしょ。下等スブルの心がよどんでいくのを感じる。下等はある意味真っ当なのかもしれんな。灰原に気をかけてるように見えて自分に問いかけてるように見える。自分が辛いと人にも聞いちゃうよね。特級術師つくもゆききたわ。日高のりこさんの声いいわ。未来モンスターが始まりそうな声してんな。ゆき様かわいい。かわいい。誰も疲れてる人を心配しないんだ。セルフ作画崩壊。意見が一致する人が現れてしまった。呪い霊とは何か哲学。ここがもっと深くタッグを組んでくれたらと何度も思ったか。アニメのつくもさんへな。声も良い。プロの紐であるパパグロさんがユキさんを振ったのか。パパグロみたいな大黒柱いたら頼もしそうだよな。世界中探しても一人なのか。スグルのやつれ具合が気になって話入ってこね。ここから呪術師の世界になってしまうなんて。秘術師を殺してくれ。思想が強くなってまいりました。ゼロか100かみたいな考え方はやばいぞ。スグルだって肯定されるとは思ってなかったよね。隣がそこまでイカれちゃったんだよな。つくもさんこれ良かれと思ってなんだろうけど。これに関してはマジで余計なことをしてしまったつくもさん。おい、この拍手止めろ。ここで拍手にも聞こえる雨音。下等、あなた疲れてるのよ。非常口を選んだわけね。下等スグル、ダボっとした服装良いですね。天元様は安定している。であればリコちゃんの命や自分たちの痛みは何だったんだ。手無力感に苛まれるな。が、白心。ナナミンが荒れてる。すでにクロージンの声になってるナナミン。死んでる。爽やかな奴も知ったの？嘘やろ？ハイハラくん死んだのか。そんなあっさり。ハイハラくん死亡してしまった。やばい。下等の闇落ちが。もう目の下のクマといい。やばいよ、スグルさん。畳みかけるな、畳みかけるな、おい。そして耳7で理性の限界が来るのがね。村人の声の演出ゾッとする。村八部なんてしちゃいけないわよ。呪術ゼロの JK だよね。うわぁ、やっちまったよ。スグルの心が死んじゃった。あまりにおぞましいものを見て、役しかなくなっちまった。やっちまった。でも気持ちはわかる。これは落ちて当然だわ。ついに下等闇落ちしてしまった。こんな選択しかなかったのか。原作の時からずっと思ってしまう。下等、君が納得するには0か100の答えしか許されないのか。なんで仲間に心の内を話さなかったんだ。五条の、はぁ、に全てが込められてる。家族にも手にかけた。なわけねえだろ、白心。一気に闇落ちしたな。信じられないよな。高校生には見えない色気だ。タバコを吸う高校生。下等、なんか明るくなった。吹っ切れたんか。下等の目に光がない。
まだ信じられない感が辛い。翔子ちゃんなんでそんな冷静なんや。不安を煽るような BGM。 殺しに対する重さが入れ替わってるな。その距離で聞こえるのかい。お二人さん、もう戻れないのである。モブの表情が何とも言えぬ怖さを感じる。あの時はスグルの返答で殺さない選択したのにね。善悪の指針。その若さで生き方を一つに決めんでも。五条悟が怒ってるな。映画の時よりさらっと言うな。両親まで手にかけるの、クソ真面目の方向性よ。五条、撃てなかった。止めれなかった。よく通る場所であの会話してたのか。五条悟足だっけ。俺強いよね、王者の風格。里だいぶダメージ受けてんだ。五条も五条で、孤独。ヤガが口調ええ人や。ミミナナちゃんは可愛いんじゃ。ロリ可愛い、ロリ可愛い。色気あふれまくったゲトウスグル。統一教会はまずいですよ。ゲトウがやろうとしてることってナチスと同じだもんな。どう転んでも悲劇的な末路をたどる。若どもにはちょうどいい目くらましだ。ひえ、もう全くためらいがないな。小学生の伏黒めぐみ来た。チビめぐみかわいい。完全に事案である。ここでめぐみの勧誘か。もっちもちしてるめぐみくん。僕に置いていかれないくらい一人称が。そして2018年10月19日現在。現在の1年生ずど着そ安心する。本件に追いついたな。なるほど、こういうこと。悲しいな。駆け足すぎるぞ。あと後は見せろ。そして渋谷事変、最高最悪の過去編だった。来週から OP とイリーの映像が変わったりするんです。抜群に面白かったのに過去編はこれで終わりか。残念。青春編あっという間に終わった感じだな。最後駆け足っぽさあったけど全体的に良かったんじゃないですか。下等の演技はめちゃくちゃ良かった。なんやかんや桜井だからやっぱりうまいな。やっぱいい演技するわな。プライベートとか他人の俺らに関係ないし続投でよかったわ。闇落ちを淡々と書くのはうまいけどそれだけに生々しかった。下等も正義に押しつぶされちゃった人だったんだな。正義という綺麗事のためにクズを助けて被害者を断罪するって矛盾に耐えられなかったのか。下等普通に良心と変えたのかよと極論に走ってっちゃうのが青くて痛々しいというか嫌いにはならなかったけど。両親だけ例外ってわけにいかないって真っ先に両親殺すような気まじめな性格だから闇落ちしたんだな。潔癖で矛盾に耐えられない性質なのかなと。閉じた業界とはいえなんかもうスクールカウンセラーとか産業医とかいないんかここってなったわ。すでに大量殺人犯の両親の汚名着せられてるし、楽にしてやるのもある意味親孝行なのかも。最初は弱い者の味方だったけど自分の利益ばかり考えてる愚民に失望する系あるある。まあ人間に絶望するなんてのは勉強不足としか思わん。世界史勉強してりゃ人間なんてこんなもんだってわかるはずなのにな。実際に見たわけじゃないからそう言えるだけだろ。あんなの目の前で見せられたわ闇落ちするわ。重大であんだけ社会の暗部ドバドバ浴びたらさすがにな。いい年した大人だって普通に腐りかねないわあれは。頭が良くて真面目なやつは一人にしちゃダメだって。思い詰めるとどんな極論に達するかわからないんだから。つかガキにあんな任務やらせ続けておいてわからんのだわねえよな。やっぱ超一流の先輩とはいえ初めて会った他人にあんなに本音話してるけど担任には話してないってあたりお察しよな。冷静に考えて人口1億2000万人のうち呪術持ちじゃない一般人って何人いるの。1億人とかなら下等がやろうとしてるのは夢物語だろ。全人類やから80億人やで。1日何人殺さないといけない計算だそれ。7人のあの人一人でよくないですか。もう二人で最強だった下等からするとメンタルダメージ入ったろうな。灰原やっぱり下半身ないんだな。アニメだとはっきりわかるわ。貝殻の死因は実質上の調査ミス。そりゃ7人も呪術師辞めたくなりますわ。一気でも少年院案件に不相応なエタドリたちが生かされてましたね。誰の差し金なのか。さりげなくリコちゃんの仇取ってるのよかったわ。根本はやっぱり変わってないんだろうな下等は。つくもとの問答の時猿たちの拍手と甘音かぶせてんの人の心なさすぎてよかった。いろんな出来事の積み重ねであなったとは意味のないことに意味を与えてしまったつくもの責任でかく見えるな。つくもが慰めのつもりで言ってることがことごとく逆効果なんだよな。秘術師殺すことに大義名分与えたり。つくもって人は下等を闇落ちさせたかったわけじゃないんだよね。ずっと先の話だけどつくもは普通に善人だから闇落ちさせるつもりなんてなかった。
血まみれ&アザヌレの幼女が出し切ろうって絵面は下手な残虐シーンよりリアルっぽい。迷信にとらわれて無実の子供を虐待する大人の図と思ったが違うのか。あの少女たちは親の世代から呪力を操れる家系。田舎では気に悪がって一家迫害されていた。村人は呪霊が見えないから呪霊の起こした変死、神隠し事件を少女たちのせいだと思い込み監禁し虐待した。原因の呪霊を取り除いたと下塔に言っても見えないから信じられない。村人はこいつらが原因だ、赤子のうちに殺すべきだったとわめいた。そんな背景あったのか。アニメだけじゃ絶対わからんな。今更だけど、あの喫煙シーンは問題ないんか。クロマティでさえアニメ化で変えたのに。煙出てなくなかった。加えてるだけって言い訳できるギリギリのラインだったかな。とエンディングテーマ見直したら、翔子が一人で座ってるカットが灰原の遺体の前だって気づいて震えてる。8月末まで総集編ってなんやねん。このアニメに限らずやけど、ほんま途中に総集編するアニメ増えたな。というわけで呪術廻戦29話視聴させていただきました。いやー、原作読んで分かっててもここはやっぱつらいね。下塔は真面目すぎてああなったと思うと。思えば闇落ちするトリガーはこの過去編でも何回もあったんだよな。その積み重ねの悲劇というか、目の下にクマができるくらい思い悩んでたのに、五条もそうだけど証拠とか何も感じなかったのか。下塔一人がこうやって重荷を背負ってる中で最強最強とか言ってる五条がはしゃいでるの見たらムカついてくるな。証拠も証拠で闇落ち五条と再会した時めっちゃ軽かったけどドライすぎない？なんかこうやって振り返ると周りの連れが能天気すぎたってのを強く感じました。そしてとどめというかつくもがあそこで余計なこと言ってなければまだ救いの道はあったのかもと思うとね。この人は善意 100% でアドバイス的なものを言ったつもりなのかもしれないが、正論は時に人を傷つけるよな。そしてあの閉鎖的な村の事件で一気に気持ちが弾けてしまったと。下塔のメンタルとかを考えれば、あんなとこに下塔を派遣する方が間違ってるのにね。高専って見れば見るほどクソな学校に思えるな。七民がブチギレするのもわかりますわ。今回の灰原志望だって明らかに高専側のミスだろ。それで何も責任問題とかないのかよ。この過去編でめっちゃ印象に残ってるセリフが、七民のあの人一人でよくないですか？ですね。最強に溺れて周りを見ていなかった五条に超皮肉に突き刺さるまとめみたいなセリフだわ。五条が今回の件で落ち度があったからこそ、後進を育てててるってのがよくわかった過去編だったと思います。さて、今回で五条過去編は終了。次回から現実に戻り、いよいよ渋谷事変が始まりますが、放送スケジュールがこんなことになってます。2回総集編でさらに1週休みで実質1ヶ月空いて、次回は9月みたいなもんだな、これ。いやー、さすがに休みすぎなんじゃないのか。キラーコンテンツだからって多少休んでも人気落ちないだろ的な考えか。なんつうか真っ端だから邪推してしまうんよな。今回の話の演出とかだってちょっとチェンソーマンぽかったし。というかオープニングエンディングも変えるのか。変えるの早くね。新しいアーティストはゼロの主題歌も歌ってたキングヌー。また主題歌だけが話題になってうんぬんみたいな悲劇を繰り返さないでほしいと思います。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。